秋山不在のまま合宿終了の打ち上げが行われた。アマチュアの空手の大会では本当にもうナンバーワンの大会だから、そこに出られるってことはね、もう5万人の中で選ばれた君らだからさ、誇りを持って、ね、自信を持って、やってください。エリート中のエリートだから、それを忘れないでね、恥ずかしくない戦いをするように頑張ってください。それじゃあみんなの健康と、それから極技会館のますますの発展を祝して乾杯。木山が負傷して落ち込んでいる選手一同を励ました一心で、道化役を演じる中村監督、その気持ちを十分に理解している選手たちは監督と一緒になっていつまでも仲騒ぎを続けたのである。